とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーが更新されました。新しいタワーの攻略、やっていきたいと思います。今回は、前回よりはマシだけども、ちょっと難しくはありますよね。今日は極力安全に行ける方法でやっていきたいと思います。では1階から22階までノンストップで行きましょう。それでは1階から行きましょうかね。まずここら辺でまずは戦ったがいいです。この細い路地をうまく使って敵がね、自分の周りに囲まないように戦うっていうのが結構重要ではないでしょうか。ここに行くと、まあまあ、最高でも2、3体しか来ないので、とにかく敵に囲まれないように行きましょう。囲まれると結構きついのでね、注意してください。まあそこを注意すれば、あとはここがちょっと敵が多いかなぐらいで大丈夫だと思います。結構やっぱり、ね、1階2階が最近の傾向なんですけども、難しいんですよね。1、2階が。なので最初だけちょっとね、気合い入れていきましょう。1階クリアで報酬を乱射持っていってください。これがね、メインウェポンとなります。で、エンチャも入れときましょう。マルチショットと長弾ですね。で、2階がエンチャンターが湧きます。まず最初の位置取りが結構重要ですね。最初、ここにエンチャンターが2体湧くんですよ。まずこいつらを倒しましょう。エンチャンターが本当に鬱陶しいです。で、プラスもう1体、下の方に湧くので、そこも倒しに行きます。もう矢は結構ね、使っていっていいです。OK。とにかくこのエンチャンターだけ、注意して、やってください。はい、最初の位置取りが重要ですね。エンチャンターが2体湧くところ、あそこにまずは行ってで潰しておくっていうのが重要です。合計で3体いますからね、注意してください。で、報酬はアップドラフトの章を持っていきましょう。アップデートでアップドラフトの章は強くなりました。使えます。で、ここ別に問題ないですね。普通に倒していってください。特に注意することはありません。大丈夫ね。よし。まあ、ほんととにかく、1、2階ですよ。1、2階が結構難しい。で、特にマルチプレイでの2階は地獄だった。なんだここはと思ったもん。本当にね、エンチャンターの数がさ、ひどかったもんね。最初からそんなに出すかっていうぐらい、ほんと潰しにかかってくるやつで、あれは難しい。いや、もしも、やるのであれば、スタートしてから、エンチャンターが湧く場所、下と左で分かれてるんですけども、そこにね、二人分かれていって、まず潰すっていう方法がいいかもしれません。あそこは難しかったな。オッケー、クリアでーす。んで、報酬でドラ、持っていってください。ドラもね、弱体化はされたんですけども、まだまだ、使えますね。未だに2倍ダメージを与えれるようになるし、あと、敵のね、攻撃力も下がるので、お得ですよね。攻撃力下がるっていうのがいい。弱体化の効果がついてくれるので、使いやすいですね。危なっ。あとこのアップドラフトの章は本当にね、範囲も広めなので、当てやすい。特になんか敵が多くてめんどくさいとことかはすごくお得に倒すことができて、まあ時間短縮になって、いいですよ。で、ここ、報酬何もいりません。で、ハーフクロスボウ、もうちょっと強化していきましょう。はい。で、ここのステージですけども、クリーパーが下に1体出てきます。クリーパーちょっと注意しましょうね。
まあ、アップドラフトの書で倒しちゃうと結構楽かな。うん。まあまあ、倒さなくてもいいんすけども。まあ、一応あるので使ってもいいんじゃないですか。あとは、特に問題ないです。敵もそんなに強くないし、多くもないので。いや、ちょっと多いか。うん。まあまあ、問題ないですよ。よし。もうちょっとか。意外と多いな。終わり？あと、雲が一体いたね。終わりだ。やっぱり敵が結構多い。ここは何もいりません。で、ここが、レイスがね、鬱陶しいんですよ。レイスが。なので、極力レイスを先に倒すようにすると楽ですね。うん、レイスの炎で、だいぶ動きを制限されちゃいますので、レイスからまず倒した方が、楽になると思います。もう矢はね、なんとでもなるので、どんどん使っていって OK です。倒しました。まあ、とにかくレイスですよ。ここのめんどくさいのは。はい。で、武器を槍に変えていってください。槍はね、結構安全に敵を倒せるので、おすすめですね。で、最初のユニーク商品、ここで、乱射をハープクロスボウに変えていきましょう。な、で、エンチャント入れましょうね。長弾先の方が俺は好きです。長弾の方が、発動率がいいんですよね。60% で発動するので、そっちの方がおすすめです。で、ここ、この辺に出てきます。ドラを使って、ハープクロスボウを連射してください。それだけで OK です。ドラ使って、ハープクロスボウ連射。だね。なら楽勝で勝てます。クリアでーす。んで、ここ、何もいりません。そのまま行きましょう。で、マルチショットも3にここでパワーアップできますね。で、ここがね、ちょっとめんどくさいです。うん。位置取りはね、このあたりとか、とにかく、ちょっと壁を使う感じで戦うといいですね。で、レイスが多めです。レイスが、すごく足止めをしてくるので、そこを注意してやってください。もう、ここ結構敵も多いし、めんどくさい奴らが多いんで、もう矢はね、もうふんだんに使っていってください。節約する必要はありません。どんどん使ってください。いいかな。もう大体倒した？OK。OK、OK、OK。アップドラフト。いいね。よし。まあ、とにかくガードと、レイスがめんどくさいので、それ注意してくださいね。よし、終わりかな。クリアでーす。9回。で、ここ、やっと防具が変わりますね。登山装備にしましょう。もともとクールダウンがついてて、かなりお得です。はい。で、ここもね、めんどくさいです。めんどくさい。なので、あまり下の方に行かないようにしてください。極力この手前で戦うと、いいですね。下に行っちゃうとね、敵に囲まれるのよ。なので、極力、手前で、戦ってください。で、いつも通りレイスが鬱陶しいです。まず最初に倒すようにした方がいいですね。もうレイスの足止めはもうめんどくさいのよ。OK。しゃあ。OK。で、OK かな。で、これもそのまま下に、突っ込んでいっちゃうととてもまずいです。相当敵が多いので、下には突っ込まないように、極力手前にね、引いてきて戦った方が、戦いやすいとは思います。よっしゃ。よっしゃ。まだいるか。結構多いな、本当に。
で、この上もね、突っ込まないようにしてください。突っ込んでいっちゃうと本当にね、ちょっとやばいことになるので、突っ込まないように戦ってくださいね。はい、10回クリアでーす。ようやく半分か。ここ何もいりません。そのまんま行ってください。で、ここ、先の方まで走りましょう。奥の方までまずは走ってください。こっちの方で戦った方が、安全です。手前の方には、結構クリーパーが湧くので、このね、奥の方で戦った方が、楽ですよ。うん。まずはこっち側に移動するようにしてみてください。最後の脇の時に確かね、クリーパーがブワーってくるんですよ。なんで、要注意です。危ない。よし、終わりかな。ここは本当にハープクロスボウがないと厳しいので、うん、やっぱり今回はハープクロスゲームですよ。で、森を持っていきましょう。森の矢筒あると、だいぶ矢の節約になるのでいいですね。で、ここ先の方に行かない方がいいと思います。俺はこの辺から、ちょっとずつ減らしていく感じで戦ってます。あんまり先に行くとね、囲まれてめんどくさいので、ここら辺から、来たやつをちょっとずつ潰す感じですね。うん、あ、危ない危ない危ない。このタワーレースよ、めんどくさい、こいつ。 OK、 あとは大丈夫ですかね。ある程度数が減ったら突っ込んでいっても OK です。終わり。タワーレースがね、あの毒攻撃がほんとダメージ受けるんで、あれからはすぐ抜けるようにしてください。で、ここキノコと思いきやエリクサーです。エリクサーのカバンをアップドラフトと変えていきましょう。アップドラフトもね、ここら辺になるとちょっとダメージが、物足りなくなってきますので、カバンの方がいいです。で、ここ、ハープクロスボウに黄金をつけてください。何がついた？貫通か。まあまあまあ、いいんじゃないですか。ヒューズショットとかだったらね、結構嬉しいんですけども。あ、で、登山装備に防護をつけてください。これもともと、耐久がないので、つけていった方がお得です。で、取ったエリクサーのカバンはどんどん使っていってください。で、最初こいつダメージを与えれないので、まずは周りの雑魚から潰します。まずは雑魚ですよ。の方がいいです。オッケー、ダメージ入るようになりましたね。行くぞ。オッケー。よっしゃー、楽勝でーす。森の矢筒がものすごいダメージ与えれます。それプラスドラでいい感じに。で、エリクサーのカバンでパワーポーションが出たら、さらに早く倒すことができるのでいい感じですね。ここは何もいりません。スノーアーマーもいいんだけども、まあ今回のは弓で、アーティファクトをどんどん使っていきたいタイプなので、このまま行きます。はい。で、ここも、この辺で戦っちゃ、ちょっとやばいです。手前、この辺が、いいですね。この辺から戦って、OK。敵に囲まれないように、していきましょう。よっしゃ。いいね。いいよ、いいよ。じゃあ、やっぱね、エリクサーのカバンがものすごい便利。本当にあれ便利ですよね。OK。矢がね、ある程度あれば、もう本当ここは、あぶねあぶねあぶね。矢、弓のみで戦っていって大丈夫です。まあ、ただその、矢の数がね、どうしても少なくなる時がある。その時は、やっぱり近接で戦っていかないと、いけないですよね。え、ここで、輝くローブ、装備していきましょう。で、エンチャント入れます。ラッシュですね。で、残りを、
あんまり意味はないんだけども、影の爆発に入れてください。一応ね、影の武竜が、これ、ああ、落ちちゃった出てくるので、出現した時に、ダメージをね、一応与えれるので、うん。つけていくと、若干なりともお得です。はい。で、ここもあんまり前に出ないように、この辺で戦うのが俺はベストだと思います。危ないもん、先に行くと。先に行くと本当に危ないので、できるだけ手前で潰していっちゃいましょう。OK。クリーパー何体ぐらいいるかな？ここは本当5、6体クリーパーが出てくるので、注意してください。本当に先の方には出ない。それが一番。ナイスパワーポーション。OKOK。パワーポーションあればもう楽ですよ。ガシガシ行きましょう。終わり。かな？よし。16回クリアでーす。んで、ここで槍を一応取ります。そんなに使わないんだけどね。そんなに使わないんだけども、まあ、一応槍を装備していきます。で、ここも、ど真ん中で戦うと、囲まれてボコボコにされますので、ちょっと横に離れたとこ、この辺で戦うのが、ベストだと、思います。はい。とにかく敵に囲まれないように。で、ダメージを受けると、ラッシュが入ってるので、逃げれるんですよね。うまいこと。ラッシュは本当にね、優秀です。ここだ！よし。ビッチがめんどくさいので、早めに倒しておきましょう。終わりかな、これで。はい。位置取り重要ですね。ほんと、この辺で戦うと囲まれるので、極力この辺から戦うようにしてみてください。安全です。で、17回クリアです。ここ報酬何もいりません。で、ここもね、この辺で戦うと危ないです。おすすめはこの辺です。極力離れたところから、弓だけで戦っていく。それが、いいですね。はいはいはい、どんどん来い。湧いた湧いた。こっちから潰す。で、あー、パワーポーションが出ればね、本当にね、お得なんですよ。お得にダメージを与えれるので、矢の節約にもなっていいんだけども、今回はちょっと出てくれない。でも矢が結構出てきてくれた。矢が出てきてくれたのは嬉しい。終わりでーす。いいね、矢がめちゃくちゃ出てきた。こんだけあれば、もう打ち放題ですよ。もう打ち放題。はい。で、報酬何もいりません。そのまんま行ってください。んで、影の爆発一応入れてください。で、槍にも一応虚無。うん。虚無で攻撃すると、次の矢の攻撃がダメージ上がってお得なんですよね。うん。そんな使うことないと思うんですけどね。でもまあ一応つけておいてください。はい。で、これも、この場所から戦うのがおすすめです。あまり前に出ると、囲まれてしまいますので、注意が必要ですね。パワーポーション出てくれないな。パワーポーション今日ちょっと調子が悪いですね。OK、森の矢筒回復。はい、クリアでーす。ここは矢が出てきてくれませんでしたね。いきまーす。あ、ちょっと待ってくださいね。ここ報酬は何もいりません。はい、では、次行きましょう。で、ここもね、ど真ん中で戦っちゃいけません。ここら辺ですね。ちょっと手前の方から戦うようにしてください。そうするとね、囲まれないので、いいですね。うん。もう本当、ソロで戦う時の基本は、敵に囲まれない。うん。こういう風に立ち回るっていうのが、ものすごく重要なので、位置取りっていうのをしっかりと意識して戦った方が、確実ですね。クリアでーす。で、20回終わったら、21回はお店。で、次がボス
という感じですね。もう矢は全然余裕で余ってます。こんなにはいらないね。報酬いりません。んで、いつものごとくハープクロスボウをパワーアップさせていきましょう。107で、ここのボスがちょっとね HP 高いんですよね。うん、なので若干時間かかることもあります。うん、こともある。 OK、 あー今回はちょっと早いかもしれない。いきますよ。 OK、 いい感じ。よし、最初にこんだけダメージ与えれば楽ですね。ナイス、いいよ。で、森の矢ずつ回復できるかな。よし、 OK、 楽勝です。終わりですね。おーい、どこだ。倒しました。こんな感じで、攻略してみました。報酬は何でしょうか。まあ一周20分ちょっとですね。20分ちょっと。おー、ウィザーか、いいよ。黄金だけなんだよね、欲しいのは。ダメーダメー、しょぼい、しょぼすぎる。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。